藤波慎太郎、最速163キロも、2時2からの3連続四球で、無念の降板、3分の2回を3失点で、防御率は再び8点台に。1点ビハインドの8回にマウンドに上がると、先頭のマコーミックにレフトへの大飛球を許したが、左翼ヘイズの好守に救われた。続くアブレイユを中飛に打ち取り、2時2としたが、ペーニャをフルカウントから歩かせ、悔しそうな表情を見せた。さらにドゥボンにも 3-0 と制球を乱して、フルカウントからまたも四球。続くマルドナルドもボールが先行して、フルカウントから歩かせ、満塁のピンチを招き、ここで無念の降板となった。この日、28球を投じたが、半分の14球がボールとなった。急遽リリーフしたバウマンが連続的自打を浴びて、藤波に失点3がついた。防御率は再び 8.13 と8点台に突入した。なんやねんこいつは、わけわからん。さすが超反爆機、確率通りだな。ボールの行方はボールに聞いてくれか。さすがアストロズ、ということにしておこう。負けはつかないから大丈夫。0か1かこいつは。デジタル世代。お前、変わらんかったな。もう日替わりガチャ気分だな。防御率8台でも評価高すぎ。エンゼルスのプレイオフもなくなったし、楽しみは藤波しかないわ。藤波は永遠のロマンや、完成されることはない。アンチのつもりなかったんやけど藤の炎上を望んでる自分がいるから、アンチなんかもしれん。皆さんは藤波選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。